はじめまして、舞台美術家の則峰雅弘と申します。今回は4人の舞台美術家の方と、大道具の高橋さんをお招きして、舞台美術の概要について、いろいろなお話を伺っていきたいと思います。それではご覧ください。今回は舞台美術家の武部夏子さんをお迎えしました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、武部さんにとって舞台美術とは何でしょう？難しいですね何でしょう、私にとってはもう面白い、もう以上って感じです、今のところは。はい、はい、ありがとうございますありがとうございます早速いろいろ伺っていきたいと思うんですけど、はい、武部さんはそもそもなぜこう舞台美術、演劇に興味を持たれたんですか？最初はですね、きっかけはちょっと阿弥陀くじで決めたってところから始まるんですけれども、あの高校の時に、将来どうやって生きていくのが面白いだろうかと考えた時にですね、なんかその会社に入るっていうよりかは専門的な手に職というか、そういう方が面白いかなと思って、でその時にこうなんとなく、まあ、何の知識も何もないんですけど、興味があったあの建築とか、照明、あと美術、まあ、舞台に限らず映画とかそういう美術さんみたいな仕事はどうかなと思って、まあ、そこまで3択まで決めたんですけど、まあ、どれもいいなと思って、でなかなかこう決めれなくて、で、まあ、とりあえず、まあ、阿弥陀くじで決めてみようと思って阿弥陀で決めて、で、まあ、美術になったんですけども、それで、まあ、やってみようと思って、で大学に入ったんですけど、で、まあ、そこがもう面白かったので、あの今までその仕事につながってるっていう感じです。阿弥陀くじはご自分一人で？あ、そうです、ちょっと自分の人でも一人 で、ね、親にも言ってないんで怒られそうなんですけどそうですね、ちょっと決めれなくて、その時はまだなんか、まだ何でもなれるだろうとか思ってたんで、あの決めきれずに、なんか他にもパン屋とか水族館で働くとかいろいろあったんですけどまあそうですね、まあ、美術になったんでちょっとやってみようと思って決めたっていうのがまあ最初ですかね。大学は大阪芸大でしたっけ？そうですね、はい、大阪出身なんで、うん、大阪芸大の、舞台美術コースというところに4年間通いましたね。大学はすごく面白かったっていうのは具体的に言うと何かエピソードとか、はい、どういうところから勉強するんですか最初、舞台美術の勉強？最初はなんかもう最初からこうコースがもう演技とか照明とか美術とかもう最初から1年生から分かれてまして、で一応専門的な授業と他のコースの授業もやりたかったらやってくださいみたいな感じで。で授業ですね。であと、まあ、合同で講演したり、あと、まあ、外でどっかの小劇場とかで学生同士で講演したりやってましたね。もうそっちの方が面白かったですね、授業よりは。なんかその実際やってる間、まあ、いろんな、ね、授業も取れるっていう、例えば照明、最初にやった照明とか、はい、そういうのも、まあ、もしかしたら阿弥陀くじの選択肢にあったと思うんですけど、ね、照明やったりとか音響やったりとかそういうこともあったんですか？いや、照明は結局やらなくて、うん、まあ、やろうと思えばやる機会はあったと思うんですけど、まあ、美術もまあ何も それまでずっと運動部だったんで、まあ、大しても何にもできない状態から始めたんで、まあ、やってもできないことも多くて、他をやろうっていう気持ちにはならなかったですね。で大学、まあ、終えられて、はい、でその後、まあ、舞台美術の方で進んでいこうと決めて、はい、その後はキャリアとしてはどういうふうに進んでいったんですか？その後、東京に出て劇団俳優座に入るんですけれども、
それも大学の時に太田はじめさんっていう舞台美術家の方が教授でいらっしゃるんですけれども、その進路相談がありまして、で面白かったんで、そのまま仕事として美術で生きていきたいなと思って、で相談したら、やっぱりまず東京に行った方がいいよと言ってもらったのと、あとなんか日本劇団リストみたいなのがありまして、学校に。でその太田先生の独断と偏見でまだしばらく潰れないだろうみたいな劇団をチェックしてもらってくれて、でもちろんのりめさんのいらっしゃる文学座も候補に入ってたんですけども、でその中にハエ座っていうのがあって、で私はハエ座を選んで東京に出てきて、で4年ぐらいハエ座にいて、で今フリーになって6年ぐらい経ちますかね。ハエ座では具体的に、大学で、その舞台美術の基礎だったり、やる楽しさみたいなのを勉強して、ハエ座に入ってからは具体的にどういう仕事をして、どういう収穫というか。ハエ座はですね、最初舞台部っていうところに入るんですけども、その舞台部っていうのがその舞台監督さんが所属している一応部署になってて、で私は若手なんで舞台監督助手みたいなポジションで、本番付きついたりですねしていました。でもハイザーはやっぱり劇団だったので、年齢層も広くて、自分のおじいちゃんよりも上みたいな人とか結構いっぱいいらっしゃるので、家族みたいな感じで可愛がってもらったり、そこでこうつながりができて他の仕事につながったりしたなと思ってます。僕も、さっき話しあったみたいに劇団出身というか今の所属しているので、演出部として舞台美術家ではなくて、演出部として、そちらで言うと舞台部という言い方ですかね、そして仕事を随分長くやっていたので、逆になんか現場の空気とか、毎日毎日ここについてると、俳優さんは多分ここがすごく気になるんだなとか、上がりづらいんだなとか、扉はこっちに開けやすいんだなとか、なんかそういうことってつぶさに見てきたなっていう印象があるんですけど、そういうことはありました、今に生かされているというか。そうですね、やっぱそれはあるかもしれないですね。やっぱ役者さんと仲良くなる率が高いので、向こうもちょっともうちょっとこうしてほしいんだよね、小道具こうなってたら嬉しいんだよねとか、ダンサーにがさとか、なんかちょっとしたこととか言ってくれるので、そういう意味では今フリーになっても役に立ってるかなと思います。それでこうフリーになられて、はい、そこからもフリーで今活動中ということですか。今そうですね、フリーで活動しています、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、キャリアの中で転機になった作品があれば教えてください。一つが、MTVアンプラグドという演目と、あとラルストーリーさんという団体の死と乙女という演目と叫びという作品です。こちら具体的にはどういう作品ですか。ですね、この MTV アンプラグドという方が舞浜アンフィシアターという劇場でやった、水木奈々さんが出演される公開ライブ収録だったんですけれども、それまで私が200人ぐらいしか入らない劇場の割と小劇場メインでお仕事してたので、こう急にこう2000人ぐらい入る劇場なんですけども、すごい広いところで急に仕事を担当するっていうことになって、すごい最初すごいめっちゃ不安だったんですけども、模型でちゃんと検証して、それをそのままちゃんと図面に描いたら、小劇場でもちょっと大きい劇場でもやることは同じだなと、安心というかちょっと自信につながった作品です。これはあれですよね、いわゆる音楽番組というか、はい、演劇ではなくてライブ、音楽の歌のライブということですかね。そうですね、歌だけで、もう歌う曲が先に決まってて13曲ぐらいあったんですけども、曲
を聞いてからセットを決めるみたいな感じでしたね。これはそのなんかやっぱり200人ぐらいから2000人っていうか、まあ、10倍って簡単に言っちゃうとあれなんですけど、劇場としては当然ね、作るものも10倍ってわけにはいかないんでしょうけど、はい、やはり規模が全く違くて感覚も全然違うと思うんですけど、そうですね、この時のまあ苦労とかありますか？そうですね、苦労というか、まあ、よく私にやらせてくれたなっていうのがまず一つですね。まずあと、まあ、大道具さんとかすごいいっぱいいてめちゃ緊張しました。責任ある立場でいるんですよね。でちなみにこのお仕事はどういうふうに来たというか、はい、どういうふうにこうやることになったんですか？この、MTV アンプラグドのプロデューサーの方がですね、一回俳優座で演出をされた方でして、でその時は私まだ美術じゃなくて演出部で舞台監督助手として本番付きで裏についてたんですけれども、でその時全然話したほとんど喋ったことなかったんですけれども、こうフリーになった1年目ぐらいの時に道でこうばったりすれ違いまして、で顔は多分覚えててくださってたので、あ今何してるのっていうところから、今フリーになって美術したいなと思ってフリーで活動してますと言って、その時はそれだけで終わったんですけれども、その半年後ぐらいに急にこう連絡が来て、こういうその MTV の番組のコンペがあるけどやりますかっていうご連絡をいただいて、ではやりますと言ってつながったって感じなんで、もう道で会ったのに偶然と運ということですね。はい、なるほど。じゃあその運を掴んだと。はい。では次の作品なんですけど、はい、使徒乙女、はい、これはどういう作品ですか？使徒乙女はですね、ラルストーリーさんっていうパクロミさんが主催している団体さんの公演で、新宿御苑にあるサンモールスタジオというところでやったんですね。でもう一枚ちょっと写真がありまして、叫びというタイトルの作品なんですけれども、これも同じ劇場でやった作品で、こう2つとも作品もすごい面白かったんですけれども、これはパク・ロミさんとあと演出の両方とも桟敷童子の東さんがついてたんですけれども、このお二人と知り合ったことが天気というか幸運だったなと思えた公演で、なんか作品の向き合い方とか熱量とか、 なんか尊敬できるところがたくさんあって、かっこいい演劇人の先輩だなと思ってます。サンモールスタジオはあれですよね、そういう意味で言うと先ほどの大きいサイズからまたぐっと小さく、はい、本当に100人ぐらいですか？そうですね、100人ぐらい小さいところだと思います、はい、でなんか写真見せていただくと非常にこうなんていうんですかね、作り込んでいるというか、はい、こちら叫びの方大きな人の顔ですかね、大きな顔が、そうですね、ちょっと顔が横に向いてるやつなんですけども、こういうのは自分で作ったんですか？ものですか？ものはどういうふうに？ものは大道具会社さんに発注させていただいて作ったんですけれども、これも最初もうちょっとちっちゃかったんですけど、稽古場で実際、まあ、バミリとかどのぐらいのサイズかっていうので、こう、まあ、その時も段ボールの箱を積み上げて、制作さんか誰かが実際こんぐらいですよみたいなので立ててくださったんですけども、でもなんかその最初もちょっと結構でかかったんですけど、アクティングがもともと劇場がちっちゃいので狭いからどうするみたいな話になったんですけど、なんかロミさんがキャッキャッなんか逆にこう面白がって、もっと大きい方がいいんじゃないみたいになって、どんどんアクティングがだんだん狭くなってて、もう東さんも大丈夫みたいな感じになるぐらいだったんですけども、まあ、結局その、まあ、顔に、まあ、でかくなったから上に乗ろうとか
上にこうちょっと写真が分かりにくいんですけども、上に窓があって奥の窓から出てきたりとか、なんかそういう稽古場でいろいろ変更したり、どんどん作り込んでいったって感じですかね。うん、その2人のこうなんか熱量っていう、ね、はい、が出会えたことがっていうのはありましたけど、なんか具体的にはどういう子なんかありますか。逆に今生かされてるとか、こういうところがすごくなんか自分が今まで出会ったことない人たちなんだとかみたいなことありますか。そうですね、なんかすごいもう会なんでしょ う, こう劇場に入ってからもこう結構変更したりとかギリギリまでこう粘り強い、お二方とも粘り強いので、なんて言いますかね、あのやっぱプランって最初に結構決まったりするんですけど、そっからもっと良くしていくにはどうしたらいいだろうかみたいな、そういう最後までこう考えるという姿勢とかですかね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今回はあの4人の美術家の方に、もしあの木下純次さんのユーズルをの舞台美術をプランするとしたらという話を伺っているんですけれども、はい、高橋さんにもあの事前にお読みいただいたんですが、はいはい、まずなんかこの作品を読んでの印象とか、こういうところに引っかかったとか、なんかそういうことっていうのはありますか。そうですね、まあこう見ちゃいけないよって言われてるのに、こう見るな、まあ、押すな、押すなじゃないですけど見るなよって言ってるのに、まあ、見ちゃうっていうところと、あと、まあ、男女とも、与兵も、通も、どっちもこう周りがだんだんこう見えなくなっちゃって、まあ、お金だったりとか、まあ、こう通の方も、もう折れないって言ってるから、どっか行けばいいのに旗を折ってしまって、もうその人しか見えなくなっちゃうところですかね。この話自体は知ってました。まあ、あの鶴の恩返し程度ですね、うん、私の知ってるのは。僕もそうで、あの鶴の恩返しの印象とか、あとオペラとかでね、はい、なんかいろいろあるんであれですけど、結構なんか読んで改めて読んでみると、はい、かなり具体的に書かれていて、そうですね、で直接的なセリフも多くて、でかなりなんかびっくりしたというか、あ深い作品だなと思ったんですけど、その上であの、まあ、今回のプランというか、はい、スケッチを書いていただいたんですが、はい、このスケッチはどんなようなイメージで書きになったんですか。そうですね、これはまずこう見るなって言ってるところとか、そういうところからですね、まあ、この与兵のテリトリーの中に2が入ってきてどうなるかっていう大事かなと思いまして、でこの枠、まあ、家とかもそうだと思うんですけども、自分のこう枠の中に別のものが入ってきてどう変化していくかっていうのが見せれたらいいかなと思って、こういう風にしてみました。で鶴になる時とか神秘的に見せたいなと思う時があるかなと思うので、こういう電球とか LED のテープライトとかですね、こう枠に仕込んで光って使えたらどうかなっていう提案を兼ねて資料としてちょっと載せてみました。劇場の大きさとしてはあまり大きいところじゃない感じですかね。そうですね、まあ、でも劇場がすごい縦長だったら全然違うプランを上げるだろうなと思いますね。このなんかあの、ま、真ん中に立ち上がってるものというか、端なんていうんですかね、四角い箱とは別に、はい、真ん中にこう立ち上がった木みたいなものがあると思うんですけど、これはどんなようなイメージですか。はい、これはですね、まあ、部屋の中に一本柱が、まあ、2が入ってきたみたいなイメージから、その木が生えてるっていう、上に生えてるんですけども、うん、その羽がこう何ていうか、旗を折ると折っていくごとに自分もこうボロボロになってしまうっていう、そういうところも表現できたらいいかなと思って、ちょっと葉っぱがない、
枝だけの木があって周りにこう葉っぱか羽か自分のこう折るたびに周りから降るのが、まあ、雪に見えたり、その羽に見えたりしてもいいかなと思ってこういう風にしました。なんかこの、まあ 今回はのモノクロのスケッチ、まあ、皆さんそうなんですけど、はい、スケッチで出していただいてますけど、なんかこう色のイメージとか照明のイメージと か、はい、なんかそういうのもあったりしますか？色はそうですね、もう結構私は白いイメージですかね、うん、まあ、白いイメージの人が多いような気もするんですけど、うん、いや実はなんかこう皆さんに出していて、いろんな方からこう、ね、あの帰ってきて見ていると、まあ、大体もちろん白いイメージなんですけど、だいぶ皆さん違うというか、デザインが大きく違うので、それぞれの目線があって非常に面白いなと思いますね、そこか。今こういろいろお話を伺ってて、やはりこう、ね、いろんな方との出会いで、あのいろいろとお仕事されていると思うんですけど、やはりなんか我々の仕事は、まあ、一番最初のスタートは、まあ、本がある場合とない場合ありますけど、演出家の方と並走して、まあ、スタートすることが多いと思うんですけど、はい、普段こう打ち合わせ演出の方とかとはどういうコミュニケーションを取ってスタートしてきますか？最初はですね、あのまず心がけてるのはなるべく何でも言いやすい、私に何でも言いやすい存在でありたいなと思っていて、でなんかちょっとしたこうちょっと変えたいけど時にこうすぐ相談されたり言えるようになりたいなと思ってます。あとあの初めてご一緒する演出家さんの時はあの、まあ、作品の研究よりも前にその人をの研究を先にする方が大事かなと思ってて、あのその人の過去の作品を見たり好きな映画とか教えてもらったりしてこうグッとくるポイントというかこういいなって思える感覚みたいなのを共有できたらいいなと思って、なるべくその、まあ、作品の前にどういう人かあのそういう人が研究みたいなものを始めますね。はい、なんかその何でもこう言いやすい関係っていうか言われやすい関係っていうかになると、やはりこう演出家の方の何て言うんですかね、あのいいところというかその演出家の方がやりやすいようにしていくと、はい、ご自分の例えばプランを進めていく上でもその演出家のいいところを出しやすくなるみたいなことですか、その作品として。あ、そうですね、まあ、そのなんか演出家さんがその違う、まあ、この作品をやりますとなった時にこのどの演出家さんでも同じプランを上げるのはちょっとあんまり違うかなと思ってて、私はその、まあ、その人がやるからこういうのはどうですかって言えた方がこう相互作用というか面白くなるかなと思って、なるべくそうなればいいなと思ってます。例えばそれで進めていって、ご普段こう、やられているときに、なんかこうツールといいますか、はい、なんかこうプランニングをしていくときにいつもこれ使いますか、三種の神器みたいな、なんかそういうものってあったりしますか？まず空舞台の劇場模型と、あと、まあ、ベクターっていうあの図面描く、はい、ソフト、うん、あとまあなるはやで劇場下見ですかね、うんうん、空舞台のっていうのは、まあ、劇場下見っていうところと空舞台 の、はい、あの劇場模型っていうのは結構間違えるところある、あると思うんですけど、はい、これはなんかどういったあれですか？そうですね、あのすごい絵がすごい上手だったら絵だけでもうあの絵だけで終わらせる人もいると思うんですけども、私はそんなに絵が得意じゃないので、やっぱ最初に公演するときは大抵、まあ、劇場が決まってるところから始まるので、まあ、どういうサイズ感の、ところでやるかっていうのを自分で確認するためにも空舞台を先に早めに作って、まあ、人も立ててこのサイズだからどうしようかっていうのを考えたりします。うん、確かにね、先ほど の、 あの、はい、天気になる作品のところでも、はい、200人ぐらいの劇場と2000人ぐらいの劇場で、その劇場の大きさによって当然ですけど作るものが違うということはありますけど、その空舞台の劇場なり劇場下にして、
でそれはあれですか、劇中下見したら結構そこをまあ詳細にというか調べたものを仮舞台にしてうちに置いといて、でそこにこうなんか空間にスケッチしていくみたいな感じになるんですか。そうですね、割と、まあ、最初イメージだけの時は落書きみたいに書く時もあるんですけど、まあ、最初仮舞台作ったらなんか白模型みたいな感じで、まあ、なんかちょっと立ててから考え始めたりとかしますね。あと下見はやっぱり図面だけじゃわからないことがたくさんやっぱありまして、あと客席からの見え方とかチェックするためにもなるべく早く行くように心がけています。そうですよ、なんかブランカの経験上というか今までの失敗談というかで言うと、もちろん劇場の勾配もそうですし、例えばバトンって、ね、全部飛ぶもんだと思ったら、うん、飛ばないバトンもあったりとか、はい、重量のことがあったりとか、あと、ね、最近こうプロデュース公演が多かったりすると、こう客席の見切れとか、はい、ここまで同じ料金でお客さん入りますよっていうのをちゃんと把握しとかないと、はい、ね、全部じゃあしっかりこう舞台上いっぱい道具作って寝ても、はい、そこ人立てませんみたいな、見切れちゃうんでみたいなのがあったりするから、それは結構大事ですよね。そうですね、わかりました、ありがとうございます。はい、それでは代表作があったらお聞かせください。はい、講談社さんとオフィスエンドレスさんというところの制作の、ラル・スコット・ギグの動物園という演目です。こちらの具体的にはどういった作品ですか。これはですね、池袋にあるシアターミクサーという新しく去年できた、劇場、まあ、映画館だったところを改装して劇場になったこうところで、こけら落とし公演でやらせていただいたんですけれども、一つの土台の同じセットで、3日間3人の役者さんがこう日替わりで別々の作品をやっていくっていう、一人芝居シリーズみたいな作品ですね、これは。で、なんか動物園と、まあ、サーカス小屋がある動物園の話だったんですけれども、これが劇場がですね、そのこけら落としで写真とかがなかったんですね、もともと。ですごいちょっと今分かりにくいと思うんですけども、左の真ん中に黒い出っ張りがありまして、これプロジェクターがですねめちゃめちゃ飛び出てまして、これ平面図じゃ全然分かんなかったんですけども、下見した時にこんなとこにプロジェクターがめちゃめちゃ飛び出てるということに気がつきまして、でこれ取れなくて常設でついてるんですけども、客席から見てこう舞台に高いところに台とかを立てると役者さんが見えなくなっちゃうので、ちょっとその辺はもうなるべく気をつけて、あとまあ大事そうなのは上に飾らないようにしようとか、そういうのをこう気にしながら考えました。はい、でこれが模型ですね。実は火入れが多かったので、火入れたの電球とか、電気をつける、はい、電気つける装飾ですね、はい、のが多かったんですけれども、電飾さんが入る時もあるんですが、これは入らなかったので、こう持ち込みで、火入れするんですけども、このなんか資料でいつも模型とかの資料を出す時に何個火入れするとか、何本電飾を使いたいと思ってるとか、他の部署の照明さんとかに分かるように、なるべくこう具体的に何本つって何本ありますとか書くようにしてます。これは実際上演されてなんかこう印象に残ってることとかありますか。はいはい、これはですね、プランニングに比べてこうだったとか、プランニングに比べて以外でも何かのことか、なんか日替わりで3作品別々の毎日3作品1日1公演やるってやつだったので、毎日本番が終わってからちょっとずつ飾り替えがありまして、セットも土台は一緒なんですけども、それプラス木を立てたり、プラスこう紙がめちゃめちゃいっぱいばらまかれてたりとかいう飾り替えがあって、まあ、美術以上に照明さんが大変そうだなと思いました。でもなんかすごい対応力が素晴らしい照明さんで、
めっちゃもう作品も役者さんも一人芝居で素晴らしかったんですけども、照明さんが素晴らしくて感動しました。私はよくなんか僕なんかも先輩たちに、はい、あの美術は、ね、いくら頑張って作っても照明さんが光を当ててくれなかったら真っ暗だよって言われることがよくあるんですけど、はいはい、やはりこうあれですよね、照明さんとの、まあ、相性というのはあるかもしれないけど、はい、あの一緒にこう作っていく感じだったら非常に大事ですよね。そうですね、でも本当になんか作品と多分相性が本当に良かったのか、この作家の作家で演出の人とは私が10年ぐらいご一緒しているんですけども、照明さんが今回初めてご一緒する方だったんですが、多分一番今までで一番その作品演出する作家の世界観に合った明かりだったかなと思いました、うんうん、そういう意味でもこう、まあ、代表作と印象深い、ね、そうですね、あと、はい、シリーズ化したらいいなと思ってます、はい、そうなるといいですね、はい、ありがとうございます。なんか今までこういろいろと作品、今までのキャリアのこととか伺ってきたんですけど、はい、今後これからなんか取り組んでみたい公演とか活動とか、こういう作品やってみたいとか、そういうのありますか？まず野外公演と、あと海外公演なんですけども、野外公演はテントはやったことがあるんですけれども、完全外っていうのもやったことがなくて、こう暗くなったら開演しますみたいなのの憧れがありまして、やってみたいなと思いますね。まあ、でもテントがめちゃめちゃ大変で、もう一回やったら3年ぐらいもやりたくないと思ってたんですけど1年くらい経ったらやっぱりちょっとテントもやりたいなみたいな欲は出てくるんですけども、野外もちょっとやってみたいなと。ちなみにそのテントで大変だったエピソードみたいなのありますか？これが大変だった。自然界ですね、一番の敵は葛西臨海公園でテント公演やったんですけども、こう海風がすごくてですね、風が一番の恐怖だなっていうのが改めて、なんかもう台風とか見てても思いますけども、災害とか見てても思うんですけども、風って強いなって思いましたいつもは守られてるなって思いました、劇場で。あともう一つが海外公演。はい、あと海外公演ですね。海外もそのなんか日本でやった作品を海外でやりますっていうことはあったんですけども、ちょうど私がなんか都合がつかなくて行けなかったんですね。でそのチャンスを逃しちゃったんで、ぜひ次は行きたい、あと行ったことがないので挑戦したいなと思ってます。まあね、今このちょうどコロナの状況でね、今現在は厳しいと思うんですけど、はい、まあ、例えば文化庁の在外研修とか、はい、それ海外で例えば勉強という研修したりとか、はい、そういうことを思ってたりします？そうですね、まあ、ちょっともうちょっと前は行きたいな、行こうかなとか考えたりもしてたんですけども、こうなんか今フリーになってこう一応こう年々仕事が増えてきて、やっぱその増えるのも面白いし、この今行きたくないっていう方がなんか勝っちゃったんで、なかなかこうタイミングっていうのを逃してる感じはしますね。うん、確かにそこ難しいね、キャリアの途中でどこで一回気をつけるかっていうのは難しいところではありますよね。うん、なるほど、ありがとうございます。はい、最後にですね、はい、まあ、これから舞台美術家を目指そうと思っている方たちへのもしメッセージがあればお聞きしたいんですけども。はい、そうですね、やればやるほど面白い、こう新たな発見とかが尽きない仕事だなと思います。で本当に一つ一つが次につながっていくなっていうのをこう身に染みて感じているので、小さい公演だとしても一個ずつ大事にしていくのがいいかなと思います。なんかそういう意味で言うと、こう今回見てくださっている方々と、まあ、例えば学生さんだったりすると、はい、まあ、今回の出ている4人の美術家の中で、まあ、一番武田さんに近い存在かなというか、はい、年齢的にも世代的にも近い存在かなと思うんですけど、なんかその子たちも例えば
結構早い時期から、まあ、キャリアというかチャンスを掴んでやってきたと思うんですけど、何かこうチャンスを掴むコツっていうとすごい難しいかもしれないですけど、何かこう大事にされてきたこととか、こういうところをなんかこう頑張るといいのか、もしアドバイスがありますか。そうですね、コツなんでしょうね。やっぱ最初はあの現場での居方とかが、まあ、師匠とか特にいなかったんで、居方、そのデザインよりかはその現場で例えばなんかこう釣り物をちょっと動かしたいとか、なんか物をちょっと移動こっちにしたいっていう時にこう誰から順番に言うかみたいなのが分かんなくて、最初分かんなかったんですけども、まあ、今はなんとなく分かってはきてるような気はしてて、でもなんか最終的にその大道具さんとか発注できる現場になると、あの最終的に動いてくださるのは、私がこうやりたいって言ったことに対して動いてくださるのが大道具さんたちとか武官さんとかだったりするので、まあ、勝手にやったら怒られますから、あの作業してるタイミングを見計らって、あのすいませんありがとうございますってこうちゃんと言いに行くようにまあ心がけてます、うん、そうです。あとなんかまあその師匠がいないっていうかね、その大学で勉強されて、はい、劇団に入って演出というか裏方をやって、まあ、フリーになって、まあ、僕もまあ似たところがあるんですけど、はい、何かこう師匠がいる、まあ、例えば師匠がいれば最初から大きな現場でのいか、それこそいかだとかどういうふうにこう物を作っていくか直していくかっていうところは、まあ、あのつきながら勉強できると思うんですけど、逆にその今勉強してる若い子たちに向かって何かこう、こういうことは勉強しておいた方がいいよとか、こういうところに注意しておいて見た方がいいよとか、何かそういうことってあったりします？そうですね、でも私の場合はあの大学時代にその授業以外で講演とかみんなでやったりしてたのが大きいかなと思っていて、このやっぱどうしても、まあ、そのなんか変更したい時とかに若手だとこう言いにくいんですけど、まあ、でもやっぱその作品のことを考えたら変えた方がいいっていうところはこうちゃんとこうわがままを言うようにするっていうことが大事かなっていうのと、あとまああの学生の間はあのどんどん興味があることはこうやりたいってこう手を挙げてなんか挑戦するのが大事かなと思いますね。多分やりたいってこう口に出してとかないと多分誰もこうやりたい あれをやりたいんだとか気づいてくれないんで、まずまあ口に出しとくのと、まあ、フットワークを軽めにこうなんか興味があることがあったらすぐ動ける準備をしとくのが大事かなと思います。そうですね、なんか確かにあの、まあ、最近はって言い方は正しいかどうかわからないですけど、なかなか意思表示をしなかったり、なんとなくこうさせてくださいみたいなね、あの子たちが多いような気もしているので、確かそういう意味ではやっぱりやりたいという意思をはっきり出しておくことです。まあ逆にそれを拾い上げてくれる人からも見つけやすくなるというか、確かそういうところはあるかもしれないですね。そうですね、うん、今回は、舞台美術家の、武部夏子さんをお迎えしました、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今回は、舞台美術家の武部夏子さんをお迎えしました。実は僕の仕事を少しあの手伝っていただいたりとか、進行があるんですけれども、なんかその学生時代の話、始めたそのくじ引きの話からとかいろいろ伺って、やはりこうそれぞれのポイントで非常にこう出会いだったりとかチャンスっていうのを大事にされて、でおそらく演出家に合わせると言いながらもかなりこう意思表示をしっかりとしながらあのここまで歩んでこられたんだなという感じがしました。皆さんに近い世代ですのでご参考にしていただければと思います。では次回もご覧ください。